はい、皆さんこんにちは。教育百科店の平野と申します。今回はですね、上司によって言うことが違うっていう問題についてちょっと切り込んでいきたいかなというふうに思ってます。結論から言ってしまうと、会社内において求められている上司の理想像っていうのは本来同じであるべきだというふうに僕は思っています。なぜかと言いますと、会社内において上司の理想像が違えば当然いろんな上司が出てきますから、部下から見ればあの上司は当たり、あの上司は外れみたいな風な評価ができてしまうんですよね。実際に上司の理想像が固定されていなければいろんな上司が生まれてきますから、当然当たり外れってのは出てきてしまうのは現実問題あると思います。それで一番問題なのが、外れ上司の部下がどん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 辞めていってしまうってことですね。もう中にはですね、もうちょ信じられない上司がいて、いや僕の元に入ってくる新卒は毎年辞めていくんだよみたいなのをね、誇らしげに言う上司がいるんですけど、その何の自慢にもなってないんで、本当に辞めていただきたいなと思います。外れ上司の部下が辞めてしまったせいで、全体として人材不足に陥り、正しいことをしている上司までもが被害を被ってしまう。上司部下の問題じゃなくて、会社全体社会の問題であるっていう風に僕は受け止めています。なので今日はこの件についてちょっともう少し詳しく話をしていって、まあ持論というかそれを話していきたいかなと思ってます。では上司に求められる姿とは何だ。これはですね、会社によって異なると思うんですが、一つであるべきだという風に僕は思ってます。二つあったら混乱するんで、の例としてちょっと三つぐらいまとめておきました。割と有名な企業で上司の姿とはこういうものだみたいなのをそれ引っ張ってきました。部下と共に出世すること、まあまあまあこれ別に悪くはないですよね。自己実現と社会の現実の差を埋めていくのが上司の仕事である。ちょっと抽象的ですけど、まあ言いたいことは分かりますよ。古いタイプの企業なんですけど、背中で見せるみたいなのを目標としているものもあるわけなんですよね。会社によって異なるのは別にいいかなと思ってます。別に今言った3つだって究極的に間違ってるっていう話ではないと思うんで、上司の理想像として正解不正解はあるんですかっていう話になってきた時に、僕は正解回答に関しては複数あると思ってるけれど、不正解っていうのはね、間違いなく一つあると思ってるんですよ。それ何かっていうと、もうこちらにも書いてある通りなんですが、会社からの目標をそのまま部下に投げるタイプですね。会社から下ろされた目標をここにいる上司が部下に下ろす、そのまま下ろす、もう意味ないです。もう真ん中いりませんからね。こうすればいいじゃんって、会社から直で部下にやればいい話なんで、真ん中いらないでしょ。もはや存在意義すらないんで、もう会社からの目標をそのまんま部下に投げる上司は最も不正解であると、もうはっきりとこの場で言っておきたいかなと思います。会社からの目標を分解していろんな行動目標に直したりして、部下に下ろしてそれで結果を出しましょうっていう趣旨の動画はここに載ってる2つが直近出してあるものなので、興味のある方はぜひ見てほしいなと思ってます。上司によって言うことが違うという問題に対して解決方法を2つ提示していこうかなと思います。まず一つ目が、まあいろんな上司がね、いろんなことを言うと思うんですけども、まあ、結局根本にあるのは顧客、塾であれば生徒、保護者ですから、顧客のためになることをするという目標を掲げて部下とか組織に目標とか行動目標を下ろしていくっていうのは、これ一つありかなと思っています。でもう一つが、部下の能力に合わせて行動目標を設定する、これが上司の役割であるって考えるのも僕はいいかなと思っています。それぞれね、入ってきた新卒、中途、まあアルバイト、誰でもいいんですけど、能力違いますから、それぞれの能力や性格などを見極めた上で、これぐらいの量を与えればギリギリ頑張れば達成できるだろうなっていう行動目標を設定してあげる、これが上司の役割である、これを推していきたいなというふうに思ってますね。そもそもなんですけど、当たり上司の定義って何なんだって話なんですよ。会社の目線と部下の目線で思ってること違うんじゃないかなと思っていて、会社目線からすれば中間の管理職のリーダーに対して、あのなんとか長は優れた人材だなっていうのを測るときに、結局見てるのって会社が下ろした目標を達成してるかどうかなんですよね。いや別にこれが悪いとは言ってませんよ。部下からするとこのなんとか長が当たりか外れかを判断するときに、怒らないとか残業がないとかだったりする可能性で十分あるわけなんですよね。でもこういうのも大事だったりするわけですよ。でね、会社が求めてる上司の姿と部下が求めてる上司の姿が一致しないから、部下はこの会社で出世しようと思わなくなるんですよ。だって一段階上がったら自分の求めてたものと会社の求めてるものがずれるわけですからね。そんなの目に見えてるわけですから、それは出世したくないよねって話になるわけですよ。なので結論、やっぱり上司の理想像は最初にも言った
ったんですけど、会社内で一つであるべきだというふうに僕は考えてます。ちょっとさっきの話に戻しますが、部下と共に出世するとか自己実現をなんたらかんたらとか背中で見せるみたいなのってちょっとね抽象的すぎるんですよ。捉え方によっては背中で見せるなんてのは頑張ってる姿を見せるっていうふうにも捉えられるけれど、部下は放置しとけばいいっていうふうに捉える人もいると思うんで、結局上司の姿が異なってきてしまいますから、抽象的なんで僕はあんまりお勧めしたくないなと思ってます。まあ社員が理解できるところまで具体的に言ってるんだったらいいんですけどね。僕がお勧めしていきたい上司によって言うことが違うという問題を解決する一番良い上司の役割は何かって言いますと、先ほども言ったんですが、部下の能力に合わせて行動目標を設定していける上司のことであるっていうふうに僕は思ってます。自分の今いるポジションの範囲内で構いませんから、ぜひスタッフ一人一人の能力や性格に合わせて仕事量や任せる仕事を変えてみる、適任の仕事を与えてみるっていうのをやってほしいかなと思います。部下の能力をどうやって見抜くんですか、部下のタイプをどうやって見抜くんですかっていうことに関しては、僕が過去に出しているコーチングっていう動画で5本出てますんで、それを見ていただければほぼ理解できるんじゃないかなと思いますから、本気の方はそちらもぜひご覧ください。参考になった方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。